はい、どうも、川島一太と申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手はカズナオさん。カズナオさんのパーティーはソルガレオ、日食の姿、サンダー、バンギラス、ウツロイド、カプレヒメ、レジエレキ。うわー、これね、初手ね、カバルドン行きたいんですけど、正直カプレヒレから来られたら結構きついんですよ。でもそこをカバルドンぶち込みます。後ろにポッティングですわ。結構キュレムは絶対入れるとして、ちょっとね、うわ、どうすったなこれな。鉄火ゲームですか。はい、かなりきついんですけど、これでいきたいと思います。はい、はい、カズナオさん、対戦よろしくお願いします。37対39の対決。いや、あの24時間勤務の後の爆睡からのオリジン弁当からのポケモンバトルですよ。さあ、回線が重いな。移ろいろから来る。オッケー。これ相手多分ね、パワフルハーブだと思うんで、どうだろう。ヤンキープレイ、ヤンキープレイしてくんのかね。ヤンキープレイしてくっかな。俺素直に引くと思うんだけど、怖いんで自信落ちます。相手がここメテオビームとかなんかもうヤンキー突っ張りしてきたら負けなんで、相手もこっちがステルスロック読みでメテオビーム打って、あ、オッケー。草結びはこれ倒せない。かなり効いた。はい、後ろにカプレヒレがいたらもう終わりなんですけど、これ自信打って正解でしたね。はい、タスキじゃない限りぶっ倒せます。オッケー、パワフルハート型だったんだ。さあ、カバルドンに強い、ポケモンを出してくると思うんですけど、おそらくカプレヒレ以外は強いはず。ここでワンチャン、あ、ネクロズマってことはもういない。カプレヒレはいないですね。持ち物は絶対弱点保険なんで、これ竜の舞とかやられたら嫌だから、うん、どうすっかな。あくびでいっか。ネクロズマってじゃれつく覚えるっけ。ここ竜の舞とかされたらきついな。吹き飛ばすか一旦。最後バンギラス、あー、なるほど、そういうことか。ダイマックスを切ってくる。メテオドライブ、メテオドライブか。ダイスチュール、メテオドライブのダイスチュールだ。うわー、これあくびだったね。あくびから入るのが正解だったわ。吹き飛ばし効かない。これ非常にきつくなってきたぞ。非常にきつくなってきた。そうだな、これ鉄火具屋に切っていこう。ダイマックスをあくびで、ダイスチール OK。 さあ、じゃあここで出すのは、鉄火ゲア。これ相手弱点保険なんで、効果抜群の技打っちゃダメなんですよ。だからもうここダイスチル連発します。きついな。非常にきつい。3回ともダイスチュールでいいかも。ダイスチュール OK。 3回ともダイスチュール打ちます。全然入んないと思いますけど、
はってー硬すぎ、わろた。じゃあダイスするで竜の舞があるかな。あー竜の舞あるか。まあでもはっきり言って突破はされないと思いますね。こっちも防御上がるんで、ダイスチルいいダメージ。はい、硬いですよ。どうすっかな、3回ともダイスチルいいんか。鉄火具や防御防御でも大バーンで倒せなかったらきついもんな。これ誤ったら負けなんすよ。いやもう大バーンとこの HP だったら倒せるだろ。おお竜の舞を積んでくる。さあ大バーン頼む。うーわー足りない。でも防御2段階上がってっかんな。弱点保険だろ。俺はもうなんだろう、鉄火具屋の硬さを信じてるから。170は倒せると思うんで火炎放射。これ大文字だったら落ちてたのか。くっそ月の光やべえ。回復技持ってるんや。耐久型のネクロズマ。これやべえな。月の光でこれ受かっちゃってんな。くわーこれ大スチルが正解やった。大スチル火炎放射だったな。見誤ったわ。このネクロズムがめちゃくちゃなんだろう振ってるってことも分かったわ。月の光そうだよね。はい、くそ回復が間に合っちゃってんもんな。急所に当たんなければちょっと倒せないかも。うわ徐々に頼む。急所に当たってくれ。このままだと疲弊ぶっ殺される。ネトあ殴ってきた。さすがに倒せないでしょ。半減で4段階上がってるって言っても。オッケー、これが鉄火具屋の硬さなんだよね。火炎放射オッケー。最後俺バンギラスだと思うんだけどどうなんだろう。最後次第ビーストブーストで特攻が上がる。オッケー、さあサンダーか。これはもう勝ったんじゃないか。サンダーってどうやってもキュレブに勝てないよね。そうだよね。オッケー、じゃあこれはもう徹底抗戦で切ってもいいな。うん、火炎放射やってもそんな入んないね。羽休みで、ね、粘られるだけなんで、あ一旦ちょっと火炎放射打つか。羽休め持ってると思うけど。放電、はい、耐える火炎放射。これ結構耐えんじゃないか。あ食らうんじゃないか。 OK でここ羽休めだと思うんですよ。羽休め読みで俺自信押していいですか。殴ってきたらこっち耐う放電。ああうまい。じゃあ最後は自慢のキュレム、ホワイトキュレム出して TM レボリューションのホワイトブレスを歌って終わりにしましょうか。もうサンダーじゃどうやってもキュレムに勝てないんで。はい OK。 素早さも多分相手振ってたら抜かされるけど振ってなかったらこっちの方が早いんで、フリーズドライでフィニッシュですよ。降参か。さあ禁止伝説級のパワー。ああ対戦ありがとうございました。オッケー。
よっしゃ勝ったということでね、はい、カズナオさん対戦ありがとうございました。さっきのクソ動画と一緒に今回これ2話 YouTube に載ると思うんですけど、さっきの試合がちょっとクソ動画すぎて、勝利のドリンクのコーナーやってないんですよ。連続で喋り続けて、この喉がガラガラすぎて、アーケードコントローラーを使って KOF2000 に UMO をやる DJ 宮本ぐらいのゴミさ加減ですね。はい。ということで、こちら、カズナオさんに勝った。ということで、こちら、勝利のドリンク、サントリー南アルプスの天然水2リッターを飲みたいと思います。いただきます。うまいわ。いやしかし24時間勤務終わって、爆睡からの、オリジン弁当でクソまずい弁当を2個食べてからのポケモンバトルなんですけど、オリジン弁当 の焼肉の弁当うまいんですけど、ハムカツの弁当を買ったんですけど、あれもう二度と買いませんね。あんなまずいハムカツ食ったの初めてだわ。これハムカツ大好きなのに、なんかちょっと嫌いになってきたもん。北方屋ぐらい嫌いになってきましたね。はい。じゃあね、そういうことで今回は、この辺で動画を終わりにしたいと思います。明日ちょっとね、新コーナーでチェリー商事の生活をやってみようってことで、普通に会社として正社員で働いてるんですよ自分で。それで働きながらチェリー商事ってアルバイトやってるんですよ。だから俺も週一で今度バイトを始めようかなと。憧れのチェリー商事と同じ生活をしようっていう新コーナーで、正社員で働きながらアルバイトをするっていうことをやってみようかなと思ってます。はい。じゃあね、いつか夏でもいいし、緊急事態宣言明けた後でもいいんですけど、DJ 宮本とね、KOF2000 に UM 対決、必ずやりたいと思います。はい。俺の裏たくまでボコボコにしてやろうかなと思ってます。それではね、ご視聴ありがとうございました。DJ 宮本はキックボクシングルール。カオスマイスターはプロレスルール。ヒロキさんは何にも出てない。行くぞ、てめえら。レジリエンス大会、02!明日アルバイトなんですわ。